私の感覚、うん、ちょっと歯の形変わってきたと思うんです。歯の形、歯が歯並びやな。歯の形変わってるからな。お口開けてください。口元美容香織です。ナナです。ナナちゃんです。久しぶりです。はい、ナナちゃんはインディズ初めて、はい、矯正を始めてどれぐらい経った？いつから？10月から始めた。もう結構経ってるやん。結構、はい。どう？どう？いやー、なんか最初1枚目お試し1週間あるじゃないですか。うんうんうん、あのこっちについてなくってね、うんうんうん、取り外ししやすいやつね、うん、あれがめちゃめちゃ辛かったです。え、なんで？なんか初めてつけたんですよ。マウスピース自体が初めてだったんですよ。あー、食いしばり用とかも使ったことがないということやな。初めてで、うん、まあ、慣れてないっていうのと、口の中に入れるということに。そうです、なんかこれが あとずっと続くんかっていう気持ちと。まあ、2、3年は続くじゃないですか。あ、まあまあ、長い人はね、うん、それと、まあ、いつも感触が多めだったんで、感触ができなくなるっていう気持ち。いちいち外して食べて磨いてつけてっていうのが焦りが。あー、なるほど。1週間つけるんですけど、その1週間がとにかく辛かったんです。私は自分で自分を追い込んだ。なんか続けれるかなとか思いながら、あー、そんなになれるのかなとか。そうだね、心配やってるね。心配 でもう最後の方になると慣れちゃったんです、うん、あ、そうなんや。はい、もう慣れたから、うん、あ、もういけるなんか思って、うんうんうん、うん、今マスピースつける自体は全然苦じゃない。あー、なるほど。つけてることは苦じゃない、うん、けど、なんかけど辛いことですか？うん、辛いこと、あー、ちょっと体調崩した時に、うん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 、なんか歯が痛くなったんです。痛いというか、じゃあ風邪で熱とか。あ、そうです、熱がバッて出た時に、うん、なんかつけるのしんどくてつけれなかったり。はあ、それは歯が浮いたような感じがしたってこと？いや、なんですかね、ただめんどくさかったんかな。あ、しんどいのにこんな打ってほしいみたいになったってこと？ちょっとそうなったのもあって、うん、結構お風呂吸した時に血が出たんですよ、うん、結構血が出たから、これつけていいんかなって思った時ありました。はー、出血してるところにかぶせていいのかなとか。あー、なるほどね。まあ、あの体調悪かったりしたら歯茎もやっぱり弱ってるから血とか出やすいかもしれへんけど、基本これ歯を動かしてるからさ、歯を動かしてるから歯の周り骨やん、だから動かすってことはこっちの壁を溶かして、骨を溶かしてこっちに骨を作っていくみたいな作業やから。溶かしてるんですか？うん、破骨細胞いうのが活性化するから、へ、骨を動かそうみたいな邪魔やん、こっちの骨、こっちの骨が溶けるからこっちに移って、こっちに骨ができてみたいな感じで動いていくからさ、まあ歯周病みたいな状況よね。あ、そうなんですか。ちょっとグラッとしたような感じ。歯周病って骨が溶けてっていうような病気やから、いわゆるね、そんに近い感じがあるから、そこにばい菌が感染したりしたら血出ることもあると思う、腫れたりすることもあると思う。うん、でちょっとやっぱ虫歯になりやすい環境だから、うん、それもまあ心配、最初は心配してて。今結構普通に食べちゃいますね。合間に？合間に、え、ちょっと磨きますよ、うん、外して磨いて、うん、甘いの食べて磨くけど、私の歯は大丈夫かなって思いながら。ちょっと慣れてきたな、ほんならな。でもな、私の感覚、うん、ちょっと歯の形変わってきたと思うんです。歯の形、歯並びやな。歯の形変わってるからな。歯並び、歯並び、そりゃ変わらない歯やろ。動かせないからさ。うん、ほんで噛みにくい、今なんか変な感じはします。そうね、スピーストって変な感じするのと、うん、前に言ってた顎のニキビ、うん、ほんまになくなりました。あ、ほんまや。そうなんです。いつもあったもんな。
をして、その辛かった1週間のマウスピースでもうなくなったんです。すぐなくなりました。嬉しいね。ここも全然大丈夫。肩こり、首こり。うん、嬉しいね。全然違います。顎も楽になってると思うよ。そうなんですかね。この位置ちゃんと。これマウスピース矯正やからそうなるのよ。余計にマウスピース挟んでるから顎が自分はここ噛むとこデコボコで噛めへんからな、うん、でしかも動かしてるわけやからどこが一番楽かなって顎がちゃんと選び始めるからだからもうここも楽ちんになっていくわね。楽になって毎日痛かったのにすごい、ほとんど痛くないです。嬉しいねみんな肩こりで困ってない？食いしばりとか全然違う。あ、そう、うん、よかったわめっちゃ嬉しいねんけどそうか、うん、そうそう、だから歯が並ぶだけじゃなくて体の不調、うん、ね、不調とかがちゃんと取れるから本当やりがいはあると思うよよかった、うん、あと何枚ぐらい残ってるの？24枚までとりあえずあって、うん、今18枚目です。あ、一旦そこで、うん、微調整やね、あとはね、うん、あ、すごいってことは、1年かからんと終われるよね。え、今ですか？そんなこともあるんですね。あ、終わる人は終わるよ私も結構、顎関節症でひどかったりした人で、いやもう顎の位置変わったりするやろから時間かかるよ言ってたのに1年で終わったりとかっていう人もいてはる。24枚で終わりですか？一旦ね、でそれで、うん、あの顎が動いてるから、うん、ちょっと初めの計画とは変えなあかんかったですね、うん、歪んだ顎で計画してるから、うん、顎の位置変わったらちょっと計画微調整しないといけないんで、それで微調整したらもういけるかもしれないな。おお、嬉しい。ゴール見えてきた、見えてきたそうやんね、だからまあその人の歯並びによっては、うん、あの骨の改造だからその動かすのにね、改造していかなあかんのが時間かかって、まあ、5年間ビチビチかかる人とかもやっぱりいてはったりはするんで、うん、何とも言われへんけど早い人は本当早いから、うん、嬉しい、よかったよかった1枚につけるときやっぱりちょっと違和感があるんです、急圧迫されてる感じ、うん、それが私5日交換なんですけど、うん、5日目は全然そういうのないんですよ。だから動いてんねんなみたいな。確かに確かにいいよそんな痛くもないもんな。私も全然痛くない。そうだね、うん、よかったです。はい、はい、ぜひぜひまた皆さんに素敵になった歯並びを見てもらいたいと思いますお楽しみにチャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。